マジで大事な大事な俺の、潰れそうや、くそタグリードも、最後の最後の、あと2つって時にね、もう勝ちようが負けようが、このタグリーグ関係ないそうかもしれんけど、どうしても今日明けは、トールとヒロシに、勝ちたかったね。ああ、チキショーいいとこまで行ったね。せっかくあそこまで行って、自分自身、あんな止め方、ああ、マジで腫れてるかもしれん、これ危ない。まあ残りあと1戦、広島、その日は、もうとにかく、天候時小児と2人で、最後の最後がっちり暴れちゃったら、よく見とけって。これで10試合して2勝8敗か、多分そうだと思う。だけどすごくダメな結果だと思うよ。だけど俺は恥ずかしいとかそんなの全く思ってねえから、一戦一戦全力で全身全霊で戦ってきたんだから何も恥ずかしいと思ってねえよ。今日までやってきたことは、何もこれっぽっちも恥ずかしくねえ、むしろ誇らしいと思ってるんだ。あと残り一戦この気持ちずっと忘れないでやっていく。広島大会この残りこの気持ち持って天候として最後まで完走してやるよ。のテントコジ、おい、おい、昔がどんだけ悪かったら知らねえよ、おいパイセン、おい、おいパイセン、時代はな、今な俺らなんだよ。こっからばっかりしてっからな、トルおい、よく見とけよ、おい。